ナマステージャパニーズです。ハロー、ナマステ、ようこそローネパリウィズガイエ。3月に入りました。はい、今年度も終わるということですが、今になってコロナが流行ってきましたね。コロナの影響で、まあ、学校も休校になったところも多くあるそうで、まあ、外を出るとね、あんまり人がいない感じが、もう寂しい感じです。はい、春休みはぜひネパール行ってきてくださいと言おうと思ったんですけれども、まあ、このウイルスのことがあるとね、自粛するのもありなのかなと思います。まあ、ネパールは中国とインドにこう挟まれた国なので、まあ、中国で起きるとね、入ってきちゃう可能性もあるのかなと思います。また、日本からネパールに行った際に、まあ、大体あっちでこうビザを取って入れるんですけども、観光ビザを、今現地では取れなくなっています。うん、そういう情報が入ってきています。日本で前もって大使館とかで取ってから行くのは大丈夫みたいなので、まあ、少し考えてみてください。そういえばネパールの直行便もできましたね。はぁ、ついてないですね。それに限ります。ただ、健康が一番ですのでお気をつけください。では、今日の内容に入っていきましょう。今日は自分の国籍を名乗る方法を学んでいきたいと思います。では、まず、私は日本人です。という表現をネパール語で考えてみてください。5秒あげます。レディーゴー。おかえりなさい。では答えの方を発表していきたいと思います。ネパール語で私は日本人ですという表現はマジャパニフン、マジャパニフン。 OK? このジャパニーズじゃなくてジャパニってなっているところも少しトリッキーですが、覚えてみてください。ではネパール人のネイティブの動画ご覧ください。どうぞ。ネパリフン、マネパリフン、マネパリフン。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ネパール人ですので、ジャパニーの部分がネパリになっていたかなと思います。アメリカ人、ロシア人、中国人ね、何でもそこの部分だけを変えれば通じるので、ぜひ使ってみてください。では最後に3回だけ私と練習をして終わりにしたいと思います。私は日本人です、マジャパニフンでしたね。いきますよ。マジャパニフン、マジャパニフン、マジャパニフン。では以上になります。この動画が良かった、また勉強になったという方はぜひグッドボタンの方、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またコメント欄の方に、こんなネパール語の表現知りたいです、こんな要望がありますというのがありましたら、ぜひぜひ残していってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。Share our video also. Thank you. Bye.